破壊獣は、ホンダ慎吾による日本の漫画、月刊少年チャンピオンにて、2010年5月号から連載開始し、2014年7月号にて第1部が完結。その後、第2部が2015年1月号から2017年7月号まで連載。週刊少年チャンピオンにて、外伝の破壊獣、アナザーサイドが短期集中連載された。 2012年7月時点での累計発行部数は100万部に達する。クラスター7の住人地上の生存者ルシリア、アベノハルクスにて、ま、世界を管理する集団。メンバーが全員エボルで構成された戦闘集団であり、その人数は86人に上る。また、所属メンバーはそれぞれ共通のマークの入れ墨を体のどこかに入れている。その他特殊生物とも呼ばれており、 地震と共に突如出現した未知の生命体たち。形態や大きさは様々で、小動物ほどの生物もいれば、ビルよりも大きい生物もいる。仲間意識はなく、種類が違えば縄張り争いする。巨大な怪物は、トール型と呼ばれ、トール型が出現する時には、穴が発生する。物語が進むにつれた地下はだけでなく、お台場、新宿、 京都にも出現していった。トール型は出現場所によって姿や能力が違う。第2部では食用に生産、供給、研究をされており、その味はかなり美味しいらしい。ただし食べることで工実のリスクが生まれる。その正体は人間を害とみなした地球による自上作用が生み出した産物だった。小型種1メートルから十数メートルぐらいまでの 特殊生物の総称。妖体は人間に寄生することもできるが、人間側に適性がない場合は、一定時間経過すると人間の肉体が耐えきれず共に自爆する。適応した場合、口実のフューズになる。トール型数十メートルから数百メートルぐらいまでの巨大な特殊生物の総称。気がール型、低王型およそ全長数百キロメートルの超巨大。 特殊生物。第一部ではギガトール型、第二部では帝王型と呼ばれた。その他の用語特殊生物を人体と融合させた、生物兵器。不均一なマスクと装甲スーツを着用している。極めて高い戦闘力を持ち、条件次第でトール型を芝叩く間に倒すこともできるが、人間としての理性がほとんど残っていない。フューズ適合者を生み出すには、 特殊生物の細胞を培養して移植したものと特殊生物に寄生され自然発生したものの2種類があり特に後者は強力なフューズになりやすい。トール型が出現する穴の発生地域を壁で隔離したのは自然発生型フューズの苗床とするためである。例1と0 2はスカイツリー本部で開発されたプロトタイプであり体の各所から ケーブルやパイプが露出している人間と特殊生物をハイブリッドした人類の進化形。フューズと同様に人間と特殊生物との混合体であり、超人的な身体能力を誇るが、最大の違いは人間としての理性を保ったまま自らの意志で肉体の変化が可能なこと。もちろん変化後に人間状態に戻ることも可能で。 細胞の劣化を防ぐことで肉体の老化も止めることができる。サオトメの口から今後の人類の基礎となる人間と言われており、5年後の総力戦では初代エボルである日の細胞を培養し人工的にエボルを作り出すことが可能となった。ただしエボル的正者でないものに細胞を注入した場合、悪性反応によりバリアント化してしまう。また、 妙のように部分的にしか変化できないように承知することもできるが、その場合は全身の肉体変化の操作に制限がかかるため、特殊生物の肉を食べてしまうと急速にバリアント化が進行してしまう難点がある。フューズと比較すると、理知的な行動面などで優れるが、フューズのように人間性を放棄した重武装の大型兵器との融合は控えられているためか、 単体での破壊力や、殲滅能力の点では、エボルの方がやや劣っている。特殊生物の肉を食べ過ぎたことで変貌した、元人間。特殊生物も食らうが、人間を好んで捕食する。フューズや、エボルに近い存在だが、二種と比較すると、戦闘能力は、あまり高くなく、人間や特殊生物の肉を食べると、傷が再生する。主に黒の軍隊が用いていた。 巨大兵器、攻撃兵器の名前はいずれも同名の映画タイトルがある。他に一般的な戦車や戦闘機、蛍光火器などもあるが、小型紙を相当することはできても、トール型以上の怪物には通用していない。ありがとうございます。